こんにちは、倉敷ひいな店です。今回は第18回展にご出展の広安瑞恵さんの作品をご紹介いたします。広安さんはビスクで球体関節人形を制作されています。今回はこちらの2作品をご出展くださいました。この作品は E.T.A. ホフマン不思議な子、こちらをイメージして作ったそうです。ご覧いただく方に楽しんでいただけたら幸いですとおっしゃっています。ビスクの繊細な色付けもぜひご覧ください。二人仲良く椅子に座ってどんなお話をしているのでしょうか。今回は広安瑞恵さんの作品をご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。